どうもお疲れ様です。パソコン音痴ですか。パソコン音痴ですね。言ってみればね。パソコン音痴でも、このカメラの前で喋るだけで YouTube はできると。他のことを一切やることはない。サムネイル作れなくて大丈夫。ね。サムネイルね、作れなくても全然いいですよ。まあ、作りたければ作ればいいんですけども、なんかね、いいサムネイル作ったら、じゃあそれでどうなるんですかってことですよね。なんとなくいいサムネイルの方が、当たるような気がするんですけどね。でもまともにサムネイル作んなくなりましたね、もうね。だから、アップロードする動画の 99% サムネイルなしですからね。まあいいんじゃないかなと思いますけど、なくても。なんかパリッとした商品にするときとかは作りたいなって気もするし、なんかね、プロダクトローンチのときは一生懸命作ってましたね。それっぽいやつを。もうクリックしたくなるやつよね。それこそ文字がバーンと踊ってね。で、なんかこう、丸丸円とかね。なんかあんな感じでね。なんとこれだけでとか。あの人も使っているみたいな。話題のあの、とかね。なんかいろいろありましたね。まあ、カメラの前で喋れば別にパソコン音痴でもいいんじゃないですか。他の機能なんて使ってないですよ。何この機能。エンドってどうやって使うんだろう。ページアップなんて使ったことないですね。プリントスクリーン、SCRLK。使ったことないですよね。なんかこの、パラララってキーボードね、このマッハで打つ人いますけども、私キーボードほとんど打たないですね。マウスクリック、なんか一番押すのがほら、カメラの録画ボタン。で、あの、USB 挿して、こう、ドラッグして、YouTube にログインって感じですか。何やってんでしょうね。なんかいろいろこう、スキル高めても、目的はそこじゃないんで、稼ぐことなんで。だからスキルは全然なくても、パソコン音痴でも全然 OK と。パソコン音痴でも稼げればいいということで。苦手分野たくさんあっても大丈夫。得意分野なくても大丈夫。稼ぐことが全てを正当化させるということで、パソコン音痴大歓迎じゃないですか。いってらっしゃい。